葉山茶の本は埼玉県葉山市の宮野園さんにお邪魔しています。美容と健康には緑茶が一番、お茶摘み体験&抹茶ラテアートをしてみよう、はい、ついに抹茶は立てたことがあるんですけど、小学校茶道部だったんです、はい、まず簡単にご説明します、はい、まずこちらにお抹茶が入って、はい、またあ、これはお抹茶だ、お抹茶です。これに2杯、外でお抹茶を食べれるってすごい新しいですね。気分がいいと思います。本当に心地いい風とこんなに晴れて、晴れ多いですね。ちょっと違って感じさせていただきます。外でもできるんですね。あの鉄瓶って IH しか鉄なんで、はい、すべて IH 使います。ですって、鉄瓶は IH 使います。こちらの車線で、はい、あれ、手つき慣れてる、うん、あ、なんかやっぱちょっとこう所作が素敵じゃないですか。あ、クソ褒めちった。褒められちゃった。クソ褒めてしまった。はい、大好きです。はい、濃い抹茶が、濃いお抹茶がありますので、はい、でこちらの黒文字でつけていただいてみましょう。はい、え、何書けばいい、何書けばいい、あ、それと何書いてます、私絵には自信がない。あ、すまん、え、トラ、トラでいいんじゃないですか、トラなんて書けませんよ。何が一番楽なんですかね、案件的に大丈夫ですか。それ多分あのモザイク意味ないじゃない、モザイクだった。あ、でもそれもドラ、トラ書きます、トラ、あ、トラ、トラ、なんかない先生、ちょっと音をじゃあ、あの丸絵を、丸絵を、丸絵を、なんでポンって言わなければ多分大丈夫なの。あ、すげえ、ちゃんと本当に書けるんだ、ね、動画が取れないんだ、うん、先生、上手じゃないですか、うん、マレーモンが、マレーモン、めちゃくちゃうまい、ちょっとこれ、で、これに耳つければトラならないですか。そう、確かに、私トラ行きますかね。あ、もう失敗、あの、これ何度でも、あー、あー、なかったことになった、映像は描けないんだ、もしもっとこっちで描きます、え、こっちの方が、そっちにので描きやすいかもしれない。本当ですか、何かこう、それ描けないものかな。あ、お目が出てきたよ、いいですね、いい感じで、先生、お上手ですね、それっぽくない、先生すごい。はい、できた、わかんないけど、なんかひょぽい、うん、何か、ボブ。できたよ、できた、できた。はい、完成、あ、動いちゃう、動いちゃう、完成、あ、すごい、あ、いいっすね、 IH、 何ですか、この台を、え、大丈夫ですか、大丈夫、ごめんなさい、台だけに、ほら、その IH だったんですね、はい、そう、この IH、 そう、さっきの魂の叫びは IH だったんです、IH どかしたい、あー、でもこれいいですね、はい、先生、あの、私の抹茶アートはいかがですか、はい、もう満点、満点、はい、満点、100点、150点、はい、イエイ、150は初めてもらいました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、とても楽しかったです、はい、皆さんも
ゆうのファミリーもぜひこれから夏の体験学習とかでこちらの埼玉県狭山市の宮野園さんを訪れて体験してみてください。とっても楽しいので。それでは皆さんもお茶摘みをして楽しい夏を過ごしてください。またねー。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ちょっとお抹茶をいただきたいと思います。はい、いただきます。おいしい。程よい苦みと、はい、美味しい。あと顔が近づいて顔が近づいてきた。程よい苦みと美味しい。すごい顔が口のところがなくなってます。顔がシュってなった。顔が動いてくる。顔がなくなった。顔が動いてくる。顔が自分に動いてくるの。あ、なるほどね。こうずーっとくる感じですね。はい。美味しいです、はい、ほっこりする。やっぱ日本人でよかった。じゃあねー。まだ終わってなかった。バイバイ。